わあ。一番豆もやしさんこんにちは、焼き芋ちゃんもこんばんは、ふきょうわんさんもいらっしゃい、ともみちゃん久しぶり、いらっしゃい、今どこかな、帰ってきた、こんばんは、まさちゃんこんばんは、そう、さきいかちゃんこんばんは、みもりくまさんもこんばんは、いらっしゃい、そう、かなさん初見です、いらっしゃい、ゆうちゃん待ってた、昨日おらんかった、忙しすぎて、そうやろ、ゆきちゃん最近いらっしゃらんなと思ってたの、お疲れ様、そう、忙しいのはええことです、そう、まちくるさんいらっしゃい、こんばんは、のりさん聞こえますか、聞こえますよ、まちくるさんおかえり、エンジンブローしました、こんばんは、どういうこと、なんで、佐々木ちゃんなんで壊れたや、そう、なんで壊れたよ、やばみざわ、そう、そのエンジンの話を今日しようと思っているんですよね。なんでエンジン壊れたんですか？あのさ、サーキットとかで走ったんかな？そう。クリスタルさん赤好きなんですか？だって。うん、大好きです。そう。こっちで来た、こんばんは。ともみちゃん、こんばんは。メリダちゃんもいらっしゃいませ。いつもありがとう。せいじさんこんばんは、いらっしゃいませ、ケイチンもこんばんは、いらっしゃいませ、ちょっと遅くなっちゃった、これせ初見です、チャイゴーさん、私のは1型、おー私2型です、ケイチン最近来れなくてごめん、いいよ待ってたよ、そう、ユータンタンさん僕も車大好きです、だって嬉しい、私も大好きです、そう、マサちゃん、チームなり、セブンなり、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ヨメシュ、千円どうぞ、ありがとう。皆さん、こんばんは。そう。こうちゃん、声かわいいって言ってくれたら、恐れ多いです。ありがとうございます。そう、ちょっと待ってよ。はぁ、なんか、くしゃみ出たわ。そう。あ、くしゃみ出るかもね。そう。ソーリーマシンガンさん、なんやゴラーって言っとる。なんやゴラーってなんだろうか。ケチンバラありがとう。サトキさん、原因は不明です。寿命ですかね、だって。うわ。なんかさ、私あんまりよく知らんかったけどさ、エンジンで大事やな、なんかエンジンってすごい大事やなって思いましたわ、辛いな、今日もいいねで応援よろしくお願いします、まさちゃんありがとう、カランさん今中2です、 FD 付きなんですけど免許取る頃まだ乗れますかね、だって、バラ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 、ロックさんいらっしゃいませ、モンスターロックです、いらっしゃい、そうだな、バラ7本や、さすが、中2乗れると思いますよ、まだ乗れると思います、セブンはそんなになくならんです、簡単に、いくらその電気自動車言うたってあと何年や、5年とかそんぐらいでしょ、そう、全然車検3回や、大丈夫よ、流星さん昨日見ました、だって、あ、ほんとありがとう、
クリスタルさんフォローありがとうございます。セイジさん FD のリアッタですよね。だってそうですよ。そうセブンが好きです。アマモンさん今こたつの中配信、うん、膝掛け、もう寒い、もう寒いの苦手なんです、人一倍。そうガンロスの弟子さん、セブンの大役ダサい。だって私の大役はもう大したことないですよ。あの上げても全然新しくもないしおすすめしませんよ。ケイチなんかいつもと違う気がする。だってなんでよ。そんなことないよ。でもお寿司食べてきた今日は。まさちゃん今日は冷え込んでるから暖かくしてね、のりちゃんやって。寒い今日、なんかもうこれがないととてもじゃないけどここにいられないんです。たまちゃんこんばんは。赤いランドセルさん今日もネイルセブンのり欲しいです。ありがとう。今日もセブンのりありがとう。さとキッチさん何キロ走ってますか。だってそう、マギナスダオさんセブンの大役ダサいて、ま、ちゃちゃマギナスダオさん学校辞めた慰めてやって。学校辞めたんか。慰めるっていうか自分で決めて辞めたんやったら自分の選んだ道やから頑張ってくださいです。慰めるじゃないや、会社と違ってクビになったわけじゃないからな。エンジンは日本語で心臓。そうですよね、大事やなって思うと今日その話をしたいと思います。ゆうたたさんフォローありがとうございます。たいさんもフォローありがとうございます。まちくるさん、私ただいま GTR のエンジンオーバーホールしてるです。してるで。すごなんかさ、GTR のエンジンのオーバーホールって名前書いとるの。まゆみさん9位ありがとう。そう名前書いとるじゃね、なんか、なんか匠の名前が書いとるのって知った。れんちゃん今日は今からです、いらっしゃい。マギダスさん学校辞めた慰めて今日も BRZ 乗りだって。慰めてっていうか自分で決めてその道選んだんだったら慰めてじゃないと思いますよ。カランさん頑張って乗りますわ。私セブン乗ってるんです。慰めてって言われたら何を慰めるんって感じじゃない。自分が決めた道を自分が突き進んでいくことに慰めは何減ったぐらいもないでしょ。そう思います。大失敗したとか大きな夢が破れたとかならわかるけど、そう思いますよ。頑張って乗りますわ。来世に FD を継ぐぞって言ってる。うん、一緒にぜひと思います。ねらいぶきさんいつも見てますよ。だってありがとうございます。元気が出ます、ありがとう。佐藤吉さん10万5000キロです。前のオーナーさんがサーキットで走ってたっぽいですよ。何の車なんだろう。そうか、エンジン大事やな。私もセブンはエンジンは乗せ替えとるんですよね。大事よ。そうなんかさ、エンジン調子悪いとさもう全部が調子悪くなるなっていうのを私も知ってるん、ちょっとだけね。だからエンジンの調子悪いと大変やんよね。いろんなところをいろいろせんとあかんでね。そうせいじさん FD 今めちゃくちゃ高いですよね。だってそうですね。ゆうたたさん車どれだけ知ってますか。だって大して知らないと思いますよ。そうれんちゃんスポーツカー女子とベルトとインスタ YouTube Twitter とかよろしくお願いしますって言ってくれてありがとう。いつもいつもれんちゃん応援ありがとう。カツさんこんばんは。今日も元気にお願いします。任しとけ。そう今日はなエンジンの話します。マジョさんいらっしゃい、待ってたよ、いつもありがとう。庄司さん各メーカー好きな車教えてください。メーカーごとに好きというか好きな車多いからな。そうだね、でも日産なんてむっちゃ多いですよ。 GTR 好きやしシルビア好きやし S2000 もまあまあ好き、 Z もすごいなと思うし 180 も好きですね。日産はそういうとこさ相当好きです。やるなって思ってます。すごい本当に好き。マツダセブンが好き、ロードスターも好きかな。あとRX3 も好き。トヨタはアルファードに乗ってるけど本当すごいいい車。90スープラも大好き。ランクルも好きですね。そうトヨタはすごいなと思います。本当に最強やと思います、やっぱりね。そうあと何、鈴木はなんだろうな、
スズキはなんだろうな、ジムニーかな。ジムニーがスズキじゃないかな。そう。それだと何が言うの、三菱か。三菱は GTO が私は好きです。あのデリカはちょっとお目目が濃すぎてちょっと苦手なんです、お顔が。だけど GTO は好きだったな。なんかあのなんか横広い感じがセブンよりね、なんかちょっと外車を彷彿とさせる感じがあって、あんまりもうお見かけしないですけど好きですよ。あとどこや、ダイハツはね、あのねムーブキャンパスがミューナちゃんが乗っとって可愛いって思ってる。新しいムーキャンはね、ドリンクホルダーホット機能がついとってさ、だからカフェとか冷えないんだって。あーめっちゃ可愛い、私それ欲しいと思ってる。あとはね、あと自動車のメーカーってどこがあるの。フェラーリは全部好きよ。アウディは全部よくわからんって思ってる。あとはね、メルセデスはねもうなんかいいんちゃいますかって思ってます。レクサスとか最強よね。何でもあり、何でも最強よ。でも、でもなんか言い出したらキリないな。好きな車が多いです。軽トラも好きやけね。そう、写りがミラーリングしてないからいつもと違う感じするのかな。ミラーリングしたと思うんやけど、してできてないんかな。え、これかん、この文字ってなんか逆さま向いてるんですか。ミラーリングしてあると思うんやけどな。ちょっと待ってな。あら、私ミラーリングできてないの、ともみちゃん。あら、なんでやろう。なんでだ、私ミラーリングできてないんや。ミラーリングは今日はいち早くやったと思ってたんやけどな。いや、ミラーリングできてるよね。文字読めるでしょ。だからミラーリングできてはると思いますよ。ともみちゃん違うんかな。キサナギさんお久しぶりです、いらっしゃい。ハゲミッキーさんこんばんは、久しぶり。そう、ヤマトさんフォローありがとうございます。ネラさんフォローありがとうございます、嬉しい。そう、ミーさんジャッキーのいいの買った、だっていいえ、だって欲しいと思いませんもん。そう、キサナギさん覚えてくれてますか、だってあんまりお見かけ最近してないと思いますね。アキラさん久しぶり、いらっしゃい。そう、たくさんコメントでライブで話してくださったりとか、動画にたくさんコメントをくださってると覚えますよ。テラちゃん忙しい。あら、なんか最近テラちゃん忙しい。アキラさんありがとう。忙しいよな、アキちゃん。なんかテラちゃんの肝臓が美しくなります。そうやな、あ、マサちゃんが陽明酒いっぱい出しとったりすれば飲んどきね。そしたら大丈夫よ。陽明酒飲んどけ。言っとくな。そう、 Y さんこんばんは、いつもコメントありがとうございます。 U さんもありがとうございます。ニコニコの顔文字ありがとう。マツクルさん、あれはロックさんの GTR のエンジンですねって言ってる。そうなんですね。なんかさ、 GTR で名前変えてたのはロックさんだけだったんや。そう、ミーさんジャッキーいいの買ったって言ってる。また、ううん、ジャッキーなんで私いいの買わなあかんのですか。そう、ネラさんいつも見てますよって言ってください。ありがとう。アスちゃんありがとう。バラ、そう、寿司はどこって言ってる。浜寿司に行きました。今日は浜寿司はな、もうサーモンとトロサーモンばっかり食べるんさ。そう、あとあれも食べた、エビ天、あれも美味しい。だけど青さ汁が好き。本当は青さ汁はいつも飲む。そう、ちょっと待って、コメントがまたすっごい飛んだわ。ゆっくり返事していきますね。今日はあのエンジンの話をします。セブンのエンジンの話。元村紫さん、あ、紫さんいらっしゃい、こんばんは。大和さんほらありがとうございます。セブンってかっこいいですよねって言ってる。最強やと思います。マジでかっこいいと思います。エビカズさん、最新型ロータリーエンジン搭載した RX ビジョン発売されるかも。だってそうなんですね。セブンに乗るんかな、そのエンジン。マジョーラ FD ですやって、さときちさん。あー、わかった、さときちさん、わかった。あ、さときちさん、把握した。マジョーラ FD、把握した。エンジンやばみぞーだよねって思いました。そう、さときちさん、今日喋ろ。そう、まさちゃん自分の車をエンストする、多分おつゆうちゃんダーナツいただきます。あのさ、さ
ゆうちゃん、はま寿司でデザート何食べる？私、大人のティラミスっていうのがあったけど、食べてみたんさ。そしたら大人やった。ちょっとなんかお酒の味がちょっとするんさ。私さ、その大人のって名前のつく食べ物な、あんまダメだね。なんか、ババアだけどな。だけど、大人っていう味のつけがまだね、お寿司もサビ抜きやしや、もうなんか、辛いとダメだしよ。わさびも食べれんし、生姜とかもあんまいらないな。からしは無理。紅生姜とかはね、牛丼以外はなくていいって感じのさ、マジ大人のティラミス、マジ大人だったよ。その話いる。そう、まさちゃん、自分の車もエンストする、多分 O2 センサーだと思う。エンジン温まると突然エンスト、来週メンテに出す予定です。ヤバミザは O2 センサー。本村さん、方言気になってって言ってる。私あちこちで、ね、4年に1回引っ越してあちこちしてるんだから、あんまり、いろんな方言が混ざってるんですよね。ありがとう。 YT さん、ほらありがとうございます。 GT さんにはって言ってる。あ、3人も好きですよ。そう、あおそちゃん、昨日寝落ちました。ごめんなさい、こちらこそです。遅くなりました、昨日終わるの。あおそちゃん、ありがとう。鈴木はHA23V あると楽しいよって言ってる。ああ、それ、トッチが乗っとるな。私、あるとはあんま知らんけど、去年の今頃大雪降った時に助けた車があるとやったの。助けたと言って、助けてないけどね。あと、後ろから押したけど押しきらんくてさ、知らないおじちゃんが結局助けてあげたっていうのね、あると。まうみちゃん、マツダはカペラかファミリアって言ってる。そうなんですね。ユーザーさん、洗車のやり方や普段の定理についてお聞きしたいです。どうぞ、何でもお伝えしますよ。あ、まあ、なんか、私で良ければいくらでも、そう。GTO めっちゃ好き、かっこいいって言ってる。GTO いいよね。なんか、横広い感じのリトラクタブルが、なんか、私 FC より GTO の方が好きよ。って言っちゃった。ごめん。昼にコメントしたものです、ユーザーさん。ありがとうございます。そう、喋りましょう。本村さん、今シルビアやけど最終的に FD 乗りたい。あ、ほんと、ぜひぜひ一緒に乗りましょう。洗車はね、いつも手洗いしてます。あんま上手じゃないかもだけど、セブンがなんかもうボディがあんまり至ってないからさ、私も適当にじゃないけど、私みたいなのが洗っても、なんか好きね。あ、洗車してます、自分自己流で。そう、お水いっぱいかけます、最初はね。こすらない。お水をいっぱいかけて、落とせるコリとか。は落とす感じ。その後になんか水洗い用のブラシ使ったやつで一回水洗いします。でスポンジを変えてシャンプー洗車をして拭き上げたら、コーティングをしています。私はダークカラーなんで、撥水より浸水の方が好きですわ。だから浸水タイプのペルシードの、ピンクの浸水タイプがお気に入りです。今それをしてます。そう、春と秋に大きな、鉄粉取りまでするぐらいレベルのなんか大洗車をやります、春秋に。その時にがっつりコーティングをします。そこからはね、軽く水洗いしてシャンプー洗車をね、気になった時にちょこ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 払っています。冬でもね、全然洗車しますよ。一昨日かな、一昨日も私真水冷たかったけど洗車しました。気になった時はすぐ洗車します。エンカルがついてたかヤーだったんです。そう、下回りも結構ね、水がかけるだけでもかけてます。下はどうせサビサビだよなんてみんなに言われたけど、意外とね、夏の洗車の時はね、セブンのお腹錆びてなかった。ありがとう。前のオーナーさんがね、シャーシブラックしてくれてたのがあったのと、なんか私も結構海とか砂浜とか走ったりする割には全然サビがそんなにひどくなくて、それをなんか整備士さんにもう一回シャーシブラックし直してもらった。なんか下回りのサビも結構ね、気にはしてるんだよ。だけど今のところ大丈夫そうです。そういう感じでやっています。そう、マツダって言ってるネラさん。うん、アルファードはあって、頭ちゃん大好きですよ、いい車です。ユラシちゃんいらっしゃい。ホンダ忘れた。あ、本当にホンダ忘れた。ホンダはね、ホンダなんだろうな。私ホンダフリードお母さん乗ってるけどね、好きかどうかって言ったらちょっと分からんよね。ホンダは S2000 か。そう、ホンダのスポーツカーって言ったら何かいな。でもお父さんが乗ってたアコードかな。アコード好きですね。いとこがダイハツムーブキャンパス欲しいみたいなこと言いよらしたっつって、よか車たい、みうなちゃんば乗っとらすばい、かわいいかよって言ったくあれじゃん。そう、
はじめまして、何歳ですか。私この質問一番あんまり好きじゃないな。3番さんごめん。あのさ、日本人ならではやなと思うけどさ、あの年聞くね。まあ、なんか私も日本人だけどさ、このはじめまして何歳ですかっていうのって日本人だけですわ、あのと思います。あのあんま年を聞くの、聞かれるのも好きじゃないし、聞くのも好きじゃないですね。それ答えで何なんて思いますね。87ですって言っときます。普通に販売中やめるよって。本当にミラーリングできてるな。そう、あ、こんにちは、いらっしゃいませ、できてるよって言ってくれてありがとう。たまたまちゃん、 RX9 が出るまでにセブン乗り続けてください。2025年にクーペで出るようだって。いやいや、 RX9 が出ようが RX20 が出ようがセブンに乗り続けます。私はそう、 RX シリーズが好きだから乗ってるわけじゃ全然ないんですよ。 RX7FD が好きだから乗ってるんです。だから2025年になっても2030年になってもセブンに乗っていたいと思っていますよ。そう、アキラさん、こんばんは。いつもありがとう。エキセントリックちゃん、やっと納車しました。おー、すごい、どうですかって聞いとこう。ヒロリン、いらっしゃい、こんばんは。もうさ、今日お寿司食べてきた、はま寿司。ヒロリンははま寿司は何が好き？私はね、サーモンが好き。そう、あと、あの、青さ汁は絶対飲む。松田好きって言ってるね、ラさん。ありがとう。アサちゃん、今日もお疲れ。アサちゃん、ありがとう。セイジさん、昔サバンナの、RX3 に乗ってました。いいな。リッター5の旧車知ってますか。知ってる。顔がこうなん、ちょっとかっこいいんです。私ね、 RX3 は好きよ。すごく好きです、サバンナ。あの、うん、大好きです。オペルさん、こんばんは。ラリーさん、普段はイニシャル D とかワンガンミッドナイトするんですか。だって、いいえ、私あのゲームはあんま上手じゃないよね。あのテラちゃんがまたクソ笑うけどさ、あのマリオカートが好きです。テレちゃんがまた、よう言うわって言うけど、マリオカート好きよ。あの、落ちるけどね。あのさ、あの、レインボーのコースとかはダメだね。あの、壁がないとね、あの右も左も落ちるんよね。落ちたらね、どっちから来たか思い出せないしさ、あの、亀みたいなやつの曇りの手にバツバツバツって言われるの。あれもちょっと本当にね、もうってなるけど、そう、そういう感じです。そう。韓国さんフォローありがとう。さら、サヘラントさん、MRS 乗りですだって。 MRS ってなんだろうや。マチクルさん、余命書では酔えませんなって言ってる。こら、さすがチーム酒。アキラさん、こんな僕でも覚えてるなんて嬉しいですだって。覚えてるよ、もちろんです。そう、ちゃんと覚えていますよ。ちょっと待ってな、またコメントがどさーってなったから、ちょっと待ってな。社長、いらっしゃい、こんばんは。嫁さんと結婚して最初に住んだアパート2軒隣の家に FD の廃車がありましたよ、だって。いいなぁ、なんか廃車なんや。でも事情があっただろうなって思いますよ。猫ちゃん、いらっしゃい、こんばんは。今日もセブンのリーテイだって。クーニーさん、今日もセブンなり、ありがとう。ゆうちゃん、ドーナツありがとう。ねらさんもありがとうございます。おやすみなさい。元村さん、ロータリーのハイカムの音好きやけど、ほぼ FD に関してはにわかって言ってる。あ、そうなんですね。そう。サーモン、アボカド、自分は好き。この前寿司食べに行った、そればかり。あ、サーモン、アボカドや、大人やな、レンちゃん。今度食べてみるな。ハーゲさん、中国のユタ州から来ました。おーい、ニハオマーって言った子、ありがとう。ゆうちゃん、酒しか飲まないって言ってる。あきちゃんみたいやな。そう、あきちゃんちもね、酒しかないんだって。っていうとこ、水分、水道水か酒。って言っとった。そう、3番さん、お子さんもセブン好きなんですか？だって、家族の話はしません。ごめんなさいね。りょうさん、何歳ですか？だって、歳聞くの好きですね。87です。へんちゃん、FD も好きだけど FC のが好きっていう人もいらっしゃっていいと思いますよ。てらちゃん、大人のマリカー見てみたい。大人のメンタルが憧れる。くそ！言うよね。マイカありがとう、ゆらちゃん。大人のマリカー、私のことやろ？私のことやで。ちょっと、本当に。て、あの、大人の連携プレイでさ、ケイちゃんがちゃんとハンデを言ってくれるんよ。ハンデ、ケイちゃんがハンデ言ってくれてな。もうみんなが私のことをね、落ち着け、しばき倒して私のメンタル取り戻すっていうね。そう。
ユーザーさんほらありがとうございます。キノコくんいつからセブン好きになったの？もうだいぶ前ですよ。そう。初めてライブ見ましたの。あまりがいいねって言ってくれて。ユイマムさんありがとうございます。ヘイさんでも180好きって言ってる。そうなんですね。FC も好きだし、180も好きなんですね。ユウキさんもこんばんは。コメントいつもありがとうございます。そう。ガジマルさんこんばんは。 FD はコックピットが狭くて諦めました。182の男です。やって、あ、そうですね、大きい人にはちょっと狭いかな。でもさ、タカさんなんてさ、もう190近いよ、190近いよ、タカさん。あ、ロータリー専門の車屋さん一人でっていう感じだから。でもタカさんでかかったな。いや、タカさんでかかったな、もうそれしか言えんねそう。だけど182センチもそうだけど、足片付ける難しくないですか？なんかもう膝が当たるでしょって思いますわ。私は短足ですからシートは一番前です。さ、方言かなんかですかって言ってる奥くんさん。そうですね、方言ですよ。犬くんさんいらっしゃい。あのティック派最近始めたものなんですけど、ずっとスポーツカージュさん出てくるから人気者なんだと思ってフォローして、今ライブ来ました。ありがとう犬くんさん、仲良くしてください。ぜひぜひ、嬉しい。なんかもう分からんことあったらって、何も私も大したことないけど、よかったら仲良くしてください。犬くんさんありがとう。あきちゃんいらっしゃい、こんばんは。変さオートサロン面白かった。だってそうなんですね、羨ましい。そう、リュックさんほらありがとうございます。カメちゃんお待たせ、いらっしゃいませ、こんばんは。そう、変さん NSX って言っとる。奈良さんいつも笑顔ですね。だって、あ、そうですか、それしか取り柄がないですよ。ホンダは NSX じゃない、ほんまやな、 NSX やな、ゆきちゃん正解。そうそうやわ、変さんもそう。川田くちゃんいらっしゃい、こんばんは。寒いな。ホワルダー総一郎がホンダの社長って言っとる。いらっしゃい、ほんとやな、ホンダは NSX やろ言うとる。ほんとやな、ゆうちゃん。NSX 忘れてたわ。NSX は日本人で唯一のスポーツカーって言ってる。そうなんや。シビックタイプ R。あ、シビックな。ホンダシビックやば。ドラちゃん久しぶり、やばい、ドラちゃん来た、めっちゃ嬉しいやけど、私、もう本当にすごい、もう何ヶ月ぶり、ドラちゃんいらっしゃい、待ってたよ、ありがとう、こんばんは。そう。ホンダシビックって言うと、ユーラちゃん。朝、シマコさん、バラ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 。シマコちゃんいらっしゃいませ。サナちゃん、明けましておめでとうございます。やって、だいぶやな。もう言った、新年の挨拶。今日も来てくださってありがとう。そう。ワンエイティさん、前に兄貴の投稿にコメントありがとうございます。だって、とんでもないです。素敵な投稿にはドキドキしながらコメントさせていただいてます。ん、でも NSX だけらしいよって言ってる。そうか。ホンダ。ホンダってスポーツカーだけじゃないからな。そう。ホンダ、シビックは50年って言ってる。インテグラ！そうや、ユーラした。インテグラや。青いやつだ。青か？そうだね。そうや。ユーキさん、スポーツカーだったらどこにでもあるし、スーパーカーって言ってる。そうかな。箱売りみかんさん、はじめまして。めっちゃ YouTube 出てきて、見てますよって、ありがとうございます。YouTube で知っていただいたんですね。ありがとうございます。嬉しい。仲よかったら仲良くしてください。覚えますね。箱売りみかんさん、ありがとうございます。NSX はルーマン24時間って言ってるらしちゃん。そうなんや。ヒロリン、近所に浜む寿司ないんよ、連れてってよって。あ、ほんとか。行くぞ。行こう行こう。くら寿司でも、スシローでもいいよ。って言ったか。いかいか、もうな、な、サーモンしか食べんわ。サーモンばっか食べとんだ。そう。KK さん、結婚してるんですか？だって。今日の動画を見てくださいね。そう。ユーラちゃん、MRS はトヨタのオープンカーやって。あ、そうなんや、オープンカーどんなやろね。あ、そうなんや。配信者狩りのタイマンくん、なんか TikToker の人で白の FD になってる人いますよね。だってたくさんいらっしゃると思いますよ、白の FD の方も。大ちゃん FD さんとかは親しくさせていただいていますよ。そう、しまこちゃんこんばんは、いらっしゃい。寒いな。MRS は2002年の GT カーって言ってる。そうなんや、ユーラスちゃん。マイクありがとう。清原さん、スポーツ女性ですね。しばらくですね。だって。スポーツ女性？はい。ありがとうございます。
アキちゃん、いい加減蛇口から酒が出てくれると本当にありがたいと思う今日この頃。なんもな。もうアキちゃんち酒しか出てこんくなるやないか。本当に。そう。ユーザーさん、本物乗れないからプラモデルって言っとる。いやいや、私もそうでしたよ。そう、私だってこのラジコンだって本物乗れん時にずっと恋しくて買ったんよ。そう、わかりますよ。そう、プラモデルも最高よって思います。よう、できとるな。そう。しばこちゃん、旦那がコロナに感染し、私は濃厚接触者になりましたって。あー、やばみざわ。大丈夫そう？濃厚接触者はあるあるですわ。だけど大丈夫そう？しばこちゃん、大事にしてくださいよ。大変だな。旦那さんも大丈夫かな？レンちゃん、お母さんとマリオカートした時絶対落ちないようにしてよって言ったからハンドルアシストつけてやった。あ、そんなんあるんや。ちょっと待って、それ初耳やで、ちょっと。あら、知らんかった。私もアンドラアシストつけたいわって言っとこ。ニートさん、セブン買った時いくらでしたかいです。結構高かったです、私の場合は。けどね、お値段は非公開させてもらってます。ユーザーさん、ごめんなさい、変な送り方しましたって言ってくれてありがとう。大丈夫ですよ。そう、釣りとさん、釣りと人生あゆみさん、旧車好きなんで初見しましたやって、いらっしゃいませ。素敵な車だと思ってます。 FD が好きです。そう、せいじさん、E86 の実車高くて買えないから、ミニカー2台買ったよって言ってる。ああ、わかるかもね。つりさん、フォローありがとうございます。こうきさん、こんばんは。FC は興味ないんですか？だって。あんま知らないんです、実は。FC っていうのがあることはあんま知らなかったんですよね。そう。自分の付き合った彼女のことがすごく大好きで、お姉さん興味ないの？って言われるのとよく似た感じかなって思います。99さん、ハロって明けましておめでとうって言ってくださってありがとうございます。こうやさん、 FD 元気ですか？その話を今日しますね。ゆうちゃん、 Now 10時13分。お、3分や、タイムラグ。そう、あ、ビートや、ほんまや、ともみちゃん、ビート忘れてたな。ごめん、ほんとや、ビート、ほんだ、ビートや、ビート忘れるな、ともみちゃん。ごめん、ほんとやな。ビートかわいい、ビートかわいい、ビート好きだわ。私も赤やったからな、ビート。まあ、気に入っとるん。うち実家にビートがいるんですよ、お父さんのあれでね。ビートや、ごめんごめん、ともみちゃん。ほんとはビートやった、ともみちゃん、ごめん。ほんとやわ。そう、南雄大さん。YouTube 登録して初めてライブ見ることができましたやって、嬉しい、ありがとうございます。私な、 YouTube ライブもしてみたい。わーい、しばこちゃん、かわいい、いただきました。かわいい、帽子かぶしてくださってありがとうございます。 YouTube から来てくれたんかな、ゆうだいさん。よかったら仲良くしてください。そう、遅れてね、ますね、ゆっくり呼んでください。だって、そうなん、ちょっとタイムラグが出ちゃうんさ。でも頑張って呼んでいきますね、ラさん、ありがとう。まさちゃん、皆さん受験ありがとうございます。おー、たくさんのいいね、ありがとうございます。引き続きいいね、応援よろしくお願いします。だって、まさちゃんもいつもありがとう。釣りと人生あゆみさん、スポーツカーではないんですけど、って言ってる。はい。ダイさん、こんばんは、いらっしゃいませ。ナオキちゃん、今日もやってるよ。今、どこって聞いとこ。ソワラかマーク2乗りたいですよって、いいと思います。そう。乗りましょう。今日はまた赤いねって言ってる。そうな、もう寒くてこれがないと生きていけません。寒いね。もうこれこれ。そう。エビカズさん、会社の女の子が180のマニュアルを先日買ったやって。素敵！そう。初見ですやって、釣りとさん。ほら、ありがとうございます。釣りとあやみさん、よかったら仲良くしてください。おかぼん、いらっしゃい。今日はな、セブンの元気のエンジン、間違った。セブンのエンジンの元気な話。わー、そちゃん、指輪ありがとう。指輪じゃなかった。なんでこりゃ。ネックレスありがとう。そう。ニートさん、ノエルさん、RX8 どう思いますか？だって、素敵な車だと思いますよ。そう。ゆたんぽさん、紙コップに水入れて走ったことある？紙コップに入ったコーヒー入れて走ったことはあるけど、蓋はついてるっていう感じです。テレビだいぶ見とるな。ニンテンドースイッチバージョンって言ってるねんちゃん。そうなんや。今23時15分だよ。のりちゃん頑張ってね。だって。やば、みざわ、うん、だんだん空いてきてる。看病するのが面倒っすって言ってる。お皿はね、紙コップ、紙皿がいいよ、しまこちゃん。ほんでさ、もう全部使い捨てたがいいよ。手を聞いた。お皿は洗わない、お箸も洗わない、なんか割り箸とかキャンプとかに使う紙コップ紙皿がいいよ絶対に。
って思う。あとはもうトイレだけじゃん、そしたらねって思います。接触しないで、それが一番よ。早く集結しようって思います。しまこちゃん気をつけてね。ありがとう。だってうんうん全然だよ。あれどこまで読んだ。あった。海外はアキュラ NSX って言ってるらっしゃる。アキュラっていうのがあるんやな。清原さん、セブンは買うべきでしたね。だってしばくちゃん大好き。いえいえ本当にそう。あの紙皿紙コップ使ってくださいよ。そうお風呂があれは、あれ自分が酒入るよ。あとはね、うん、共有しない何もね。キュンです。南條さんありがとう。セブン買うべきでしたね。だってそうか。ゆうちゃん、私もマクラレンまだ買えないからミニカー買った。絶対本物買うって言っとる。うん。私はな、じゃあゆうちゃんのマクラレン買った時にお尻だけちょんってつけさせてもらうわ。そうしよう。S660 もありますよ。ほんとやな。S660 もホンダやな。ホンダいいやん。ホンダなんか、うわーい、さあ耳生えた。ありがとう。しばくちゃんスクショ撮った。ありがとう。かずのこちゃん、いらっしゃい。こんばんは。せいじさん。S660 好きやな、みんな。いいかもね。そう。そういう感じ。おいくつですか？だって、アンドさん。87です。そう。豚コロさん、ステアリング純正ですか？だって、そうですよ。帰る予定はありません。テラちゃん、アキさん、酒屋さんに相談するとサーバーレンタルあると思いますよ。保証金必要ですが、レモンサワーのタルト炭酸ボンベを常設できます。もう本格的や。もう店か。もうチーム酒のネットワークっていうか、チーム酒のさ、その助け合う感じのすごいな。もうそれ聞いてマチクルさんもちょっと調べたやろ。そう。南條さんスタンプいっぱいありがとう。なんか最近南條さんと喋ってない気がする。ミキちゃんいらっしゃい。寒いな。もうめっちゃ寒い。もう見てこれ、もう今日もモコモコや。もう寒いと生きてかれんじゃん、もうね。もうここのさ、電気毛布もね、あの最大マックスバージョンの温度にしてからさ、そこの上にしゃがんでよ、足も下に置けんのよ。それでこれこれこれ。もうあったかい。そう、ソアラなら上の高弘選手よって言ってる。そうなんや、ユーラちゃん。清原さん、当時は自分の購入した車より70万とかかったですね。やって、セブンですか。しばこちゃんバラ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 。しばこちゃんたくさんありがとう。カズノコちゃん、最近しんどかったからあんまり来れんかったから、その分いっぱい話す。オッケー、わかった。今日セブンがさ、エンジンの話。そう。よっしゃ。セブン、どこに直してますか？家の前にありますよ。そう。釣りと人生さん、近所に RX7 乗ってる人がいてめちゃめちゃかっこよくて乗りたい。だってぜひぜひ素敵な車だと思いますよ。あきちゃん、みんなのりちゃん夜ライブは上からコメントすべて読んでくれますよ。混んでる時は少しお待ちくださいねって言ってくれてありがとう。せいじさん、 180 もかっこいいけどリッター67キロですね。だっていやいやそんなもんです。セブンも変わらんですよ。さあ、そうです、海外名はアキュラ NSX ですやって。そうなんや。 TW5233 ほらありがとうございます。180は240でって、なんで数増えたやろねって思った。なんでやろな、ゆらしちゃん。ツリーさん、まずカスタムするべき4選教えてください。何にも思いません。そのカスタムするべきっていう感じが近くないって思うな。どうなんだろう、車にもよるじゃない。車の形とかもそのベース車にもよるかなと思いますね。私セブンはね、あのリアスポがない状態のセブンはね、ゴキブリやと思ってるよね。だから絶対リアスポは命です。そのなんか、あの言ってることが難しいな。なんか車ってそういう風にカスタムするんじゃないと思うよね。そう、車のセッティングとか自分の走り方とか自分の乗り方とか自分の好みに合わせてカスタムするもんだと思う。だから誰かがどの車かもわからんのにカスタムするべき4選みたいなのを言うもんじゃないなって思いますね。特に見た目ならまだしも、あの車のそのセッティングに関すること、足回りだったりエンジン回りだったりとかいうことのセッティングってさ、誰かに言われてそういう風にするものじゃないって私は思ってるんですよね。自分の乗り方走り方とかに合わせて、好みに合わせて自分がカスタムすればいいだけのことでって思います。そう、
タッチいらっしゃい。今日セブンがあのエンジン画の話。アンパちゃんいらっしゃい。久々1000ピースパズルしてるよ。だって好き。一緒にやりたい。私角っこ探すのやりたいな。一緒にやりたい。なんかさ、なんか最近のさ、なんかいろんな近所話とかしながらやりたいな。好き。せいちゃん旦那さんも車好きなんですか。だって家族の話はしません。あそちゃん湯たんぽいいぞ。だってしまこちゃん、なにこれ初めて見た。なにこの生かしたクマちゃん、かわいい。初めて見た、かわいい。おは、湯たんぽいいぞって。湯たんぽ持ってないよ、そうちゃん。おパピさん、3型 FD はレアだって。そうなんですね。ケータハムってイギリスのメーカーで、スーパーセブンって車の名前の車ありますよ。だってあ、知ってますわ。フォロワーさんに3人いらっしゃるの、セブン乗りさんね。あれは可愛いな。でも雨降ったら困るね。でも貴重だと思います。タッチこんばんは。湯たんぽがホンダの発電自動車の燃料タンクって言ってる。そうなんや。南雄大さん、フォローありがとうございます。嬉しい、ありがとう。数の子さん、いた抜けますね。だって、わかりました。ムーさん、新型セブン買いませんよ。そう、私は RX7FD が好きなんです。RX シリーズが好きで、新しいの出るのを待ってたわけでも何でもない。そう、私は RX7FD が好きなんです。だから、あなたが付き合っている彼女がいたとして、妹が生まれたら、その子と付き合いますかって言われたら、付き合いますかっていう感じに似てると思います。そう。何なんだろうな。この質問も多いな。みんなそんなもんなんだね。セブンまた動画撮ってください。だってありがとうございます。ルキアさん、セブンの素敵さが分かりました。だって嬉しいです。ほんと最高な車ですよ。ユーラスちゃん、それは海外輸出名の名前なんですよ。だって分かった。そう、レンちゃん、マリオカートするときどんな感じ。やって本気出すよね。もうね、大人げないぞ。もうな、赤い仮面当ててやるんすよ、トーンってね。当てられたらクソってなるけどね。そう、熊蔵さん、この間中3の息子に車のタイヤ交換をお願いしたら40分くらいで4本変えて驚きました。やって、素敵な息子さんですねって言っときます。飛び出てしまった。やって、まさちゃん、おかえり。エビカズさん、リアスポイラーないよって言ってるわ。そうなんですね。好みでいいんじゃないですか。エキセントリックさん、さっさ自己満でカスタムが一番です。そう思います。好みだと思いますよ。うん、FD 乗って何年目ですか。とおばびさん、かなり長いですよ。ありがとう。月釣りさん、車高調入れるべきか。だってだから、それも好みだと思いますよ。なん、そう、私が入れるべきって言ったら車高調にするのって、そうじゃないんですよ。自分の乗り方とか、自分の車のセッティングでとか、走る道の環境とか、そういうので選ぶべきだと私は思いますね。うん、自分がお世話になって整備士さんとかに相談したらどうですかって思います。セブンがとても素敵です。だってルキアさん、私もそう思っていますよ。サスを固めにしたいんですよね。だったらぜひともそういう風にしたらいいと思います。そう、キヨハルさん、1999年のスポーツカー車庫に眠らせてますね。頑張って 5万5千くらい走行しました。だって、あ、そうなんですね。いいと思いますよ。そう、しまこちゃん、私昔豆タンアンカー使っていたよ。だって、私お母さんがな、なんかさ、会社で使ってたんです、豆タンアンカー。なんか事務員さんだったんです、お母さんが。そしたらね、会社から豆タンアンカーを配ってもらってて、それでなんか、それをね、なんかね、まだ会社の仕事が終わってもさ、あったかいから持って帰ってくれてたん、お家に。そしたらさ、私お布団に入れてくれてるん。そしたらお布団があったかいん、わかる。だって寝る時に足入れてもあったかいん。私すっごい寒がりやったから、ちっちゃい時から。だから元お母さんの豆たあんかは知ってるん。あったかい、じんわりあったかいな。そう、せいちゃん、すいません、聞いてはいけないことだったんですね。だっていいですよ。そう、興味持ってくださってありがとうございます。せいじさん、車は所詮自己満ですね。だって、そうだと思います。自己満というか、自分の好きにしたらいいと思いますよ。それを他人がどうだこうだって横から口出しして否定したりとかっていうわけものじゃないと思っていますよ。発電
き自転車バタバタの燃料タンクってゆうちゃん言ってくれてありがとう。ゆうちゃんチーム酒で集合、お花見したいな。だってもうし好きやな、もうほんまに。もうてらちゃんやろ、ゆうちゃんやろ、あきちゃんやろ、まちくるさんやろ、みんなじゃん。どこで飲むのって言っとこう。そう、いつまで飲むのって言っとこう。そう、コウキさん、FD って今高いんですか？だってよくわからないんですよね。私も値段がいくらなのかはね。高いってみんな言いますけど、調べたりしてないんで、私は何とも言えないですね。釣りさん、今中古車が高いですよね。だってそうなんですね。私、車を買おうと思ってないから、あんま値段は知らないですね。アンパちゃん、セブンカー走ってる時の目の高さ見てみたい。伝わるかな？目の高さ？低いです、すごく、アンパちゃん。あのね、ものすごい低いですよ。びっくりするぐらい。なんかトラックとかが横通るとね、マジでトラックのお腹見えるかもしれないぐらい低いです。だからね、結構なんか、なんかそう、背の高い車はね、結構迫力あるよ、アンパンちゃん。釣りさん、ありがとうございます。だっていいえ。レンちゃん、デコポンプリンタゼリー美味しいよ。だってお腹すいた。なんか私も食べたいな。お腹すいた。エビカズさん、来週雪マークだからスタッドレスタイヤまた買わないと。本当やな。どうやって納車するんやろ。雪の中納車ですか。ホンダは F1 エンジンを開発した数例のエンジン V12 気筒って言ってる。そうなんや。そう。アカリングさん、セブンのプラモデル R だっていいと思います。今日はちょっとセブンのエンジンの話をします。コメントが追いついたら話しますね。セイジさん、今日旧車全般みんな高いですねって言ってる。そうなんですね。セブンに雪がかかったらどうしてますか。去年の投稿見てください。よかったらね。すごかったです去年はね。ベップさん、ベップさん GR86 納車待ちですやって。おー、楽しみですね。アソちゃん、豆たんかやけどしたやって。確かになんかじーっと足をあれするとあれ暑いかもしれないけど、布団あったかかったです。しまこちゃん、明日寒くなるみたいだから体調に気をつけてくださいねって。そうなんですね。私もセブンもね、冬自宅っていうか雪自宅をね、もうしましたよ。私なんか動画がさ、回ってないのが急激に止められたっぽいんですよね。だからよかったら、これでなんかコメント待ちしてる間でもいいんでさ、動画見てもらえたら嬉しいな。今日の投稿とか、もうセブンにカバーを買った投稿もあるんですけど、それを見といてもらいたいですね。今セブン、カバーの中にいるの。そう。って思います。ありがとう。たまみちゃん、陽明酒いっぱいありがとう。たまみちゃんもお酒、ちょっと飲むか。もか姉さん、こんにちは。FD 高いですよ。だってそうなんですね。ゆらしちゃん、今 FG も高いよって言ってる。そうなんですね。タッチ、飲むならノリネの実家のテラスがいい。あ、お寺もいいな。のたれじね。のたれじねじゃないな。なんて言うんだろうな。あそこは自由だな。何も迷惑ないし、近所も遠いから、自由ですね。自由です。そきにしてください。ヤギもおるからな。そう、髪の毛むしられんようにって言っとこう。テラちゃん、3日間ぶっ通して飲んだことありまして、どうかしてるわほんまに。どうかしてる。でも強いな、みんなお酒。土日は雪大丈夫ですよ。だって、あ、そうなんですね。カズさん、ゆうちゃん、埼玉県の越谷ってところに RX7 が何十台も置いてある。中古さんあるけど、だいたい450から500ぐらいって言われた。だって越谷っていうところある。そうなんですね。高見沢でもそんなもんかな。エンジンが元気ならって感じですね。ともやさん、久しぶりです。いらっしゃい。せいちゃん、86乗りたいけど、うん。家族の許可が下りない。去年アルファードも売却してハイエースとセレナ乗ってるけど、面白みがないです。好きな車乗れて羨ましいなといつも思いながら見させていただいてます。あー、家族の許可が下りない。家族の理解は必要だと思いますよ。だから私も感謝してますけどね、理解してもらえてて。でもそれ相応の何かは必要だと思いますよ。そう、見たよって言ったらありがとう。しまこちゃん、でんちゃん、デコポンプリンゼリーネットにあるようだって。そうなんや。
見たよ、だってマロピーさん。そうです、そう、あそちゃん言葉気をつけてな。あんまり人のブランディングを下げるような言い方はやめましょうって思います。あの、実際会ったことある人とか、まあ、もう普段から親しい人のことはそうやってふざけて言ってもいいけど、あの、そうじゃなかったら私でも恐ろしくてそんなことを言えないですよ。すごく素敵な方ですよ。ネラさん、セブンには消火器つけてますって言ってる。いいえ、つけてないですよ。必要があまり迫られたと思っていません。ゆらしちゃん、本田宗一郎の挑戦を YouTube でご覧くださいって言ってくれてありがとう。南條さん、のりさんライブ見始めたの去年の今頃で、いいねをしてたわ。丸ごといちご、雪いちご食べ、後で食べよう、だって。はぁ、一周年、私ら、私と南條さん。でも私も覚えてるよ。去年の今頃はもう南條さんを認知した、てか、覚えた。ちょうどこういう時期やった、南條さん。そう。あの、その、なんていうの、そのアイコンで覚えました、南條さんのことは。確かね、旧社のね、投稿かなんかした時くらいからね、南條さんをね、認知したんよ、確かね。そう、覚えてます、ありがとう。あ、雪いちご食べたいな。ネラさん、セブンは大事って言ってる。うん、そう。せいじさん、昔箱スカ乗ってたんですけど、今500から1000万です、びっくりですよって。そう思います。なんかさ、あの、タバコ屋さんがさ、なんか、箱スカをなんか、よう投稿に出してますけど、綺麗にしてあるな。すごいだろうなって思います。でも、箱スカって素敵やなって思います。ゼキオさん、フォローありがとうございます。マー君、はじめまして、いらっしゃいませ。マー君、今日もセブンなりって言ってくれてありがとう。アキさん、定常円ってあんまカウンター当てない、うまくできん。いやいや、カウンター当てんかったら、ただのスピンだわ。そう。カウンターは、あんまり当てるとか当てないじゃなくて、オーバー気味の定常円と、アンダー気味の定常円と、どっちも練習しますから、カウンターは当てますよ。あんまりとかいう意味がわからんな。オーバー気味カウンターとアンダー気味カウンター、どっちでも定常円はできますね。で、どっちもできるようにならんとあかんくなりました。私はね。そう。うまくできんのは、吹かしすぎかカウンター切りすぎかのどっちかですわ。絶妙なラインがあります。偉そうなこと言えんけど、アクセル一定、カウンター一定でずっと回り続けられるゴールデンな位置があるんです。ゴールデンの配分があるんですよ。なんかそういうところがあるん。アクセルが一定、アクセル一定、カウンターでずーっと回り続けられるラインが一個だけある、一箇所だけあるっていうのがあるんです。そこさえつかめば忙しくない。このブン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 すると、あの、忙しくなりますね。あの、カウンターもブン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 、ステアリングを動かすと難しくなりますね。だから自分の車をよーく観察して練習して、一定カウンター一定アクセルで定常円が、ま、右回り左回り10周ずつ回るようになったら外周って言ってもらったんだしな。なかなかでしたけど、なんていうんかな、うまくできんのはオラ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 ってやろうとしてるからかもしれないなって思います。誕生日何日ですか、言えませんかってネラさん。誕生日はね、あの、なんか性格が、なんか私の誕生日いついつなんです、みんなおめでとうお祝いしてねって言う、自分で言うのが苦手な性格なんです、実は。ちょっとね、なんか、そうそうそう、だからなんかカレンダーを、オリジナルカレンダーを買ってくださった方だけは知れるっていう感じにさせてもらってます。あの、来月ですって言っときますね。もうすぐですよ。そう、私は免許の書き換えにね、もうすぐ行きますね。車好きさん、初見です、だっていらっしゃい。そう、あ、コメントがむっちゃいっぱい来てた。ヒデさん、ほら、ありがとうございます。そう、ホンダはマント TT でレース型メカであれですよって言ってる。うん、たくみ社長とのコラボ、れいちゃんいらっしゃい、どうだった、のりさん、めっちゃ楽しかったです。すっごいなんか、あの、動画のままの本当面白い素敵な方だったし、めっちゃ楽しかったですよ。そう、
あきさん、なるほどです。説明ありがとうございます。多分踏みすぎるかもしれないです。うん。踏みすぎるとさ、もうその真ん中の目印して回ってるんでしょ？なんかポールか何かを。その目印の周りを回ってられんくて、スピンして終わるでしょ。そう、私はそう100万回ぐらいやった気がします。スピンしてエンスト。スピンしてエンスト。もうなんかカウンター当てるのが遅い。そう。それを何回も失敗しました。まずはそういう感じかな。アクセルがちょっと生きりすぎるとね、やっぱそれだけ車がスピードが速く動きますから、自分の脳みそがそのステアリングの位置とかの脳みその把握みたいなのにがより一層短い時間で把握しないといけない。焦らず、なんかアクセルもこうボンってやらずに、ボンボンボン、オラオラオラってやるとね、もう忙しいんさ。なんかこう、どっちかっていうとこう、我慢じーっていう我慢の位置があるかな。うまく言えん私はそうやりました。で、自分のそのステアリングがなるべく一定の感じで、アクセルもじわーって踏んで、どこら辺が一定でいける位置かなーっていうのをこうステアリングをゆっくりこう調整しながら、アクセルも調整しながら、どこら辺が一定でいけるかなっていう一定の場所を見つけたらね、もうほとんど動かさずにずーっと回ってられますねっていうところ位置がある。なんかそのね、みんなが何の話ってなるかな、そんな難しい話じゃないんよ。なんかさ、カーブでもそうなん。カーブ曲がるときね、あのカーブって言ってコーナリングっていう絵とか、コーナーっていう絵っていうんかな、普通に車でさ、ドリフトじゃなくてカーブ曲がるときあるじゃん、山道とかの。そのカーブもさ、みんな何も考えずそのカーブのラインが綺麗な半円形じゃなくて、例えば手前が緩やかカーブで最後がクイッて曲がるカーブだったりとか、手前が結構急カーブだけど後半は緩やかなカーブで済むとか、そういろんなカーブがあるじゃん。だけどそのカーブ曲がるときに、しなこちゃんありがとう、アヒル飛んできた。そのカーブ曲がるときに、あのそのカーブのラインに合わせてステアリングをこう切るのも一つの曲がり方だけど、そのカーブを客観的に見てコンパスでこういうラインが選べるカーブのコーナーの曲がり方っていうラインもあるんよね。だからこの扁平なカーブでもどっかの点にコンパスの針を置いて、こういう風にコンパスで線を引くとね、壁と壁にも当たらず綺麗に回れるどっかのラインが一箇所だけ多分あるとすると、そのラインを自分が把握して、自分がそのラインに沿うようなステアリングの切り方をするとね、カーブが扁平な形のカーブをしてても一定のカーブの角度でそのコーナーが曲がれてしまうラインがあるんよ。それは分かる？ちょっとだから定常絵もそういう感じなん。その逆なん、定常絵もそれに似てる感覚っていうのかな。だからな、私はその習ったのは、私が教えてもらったのは、そのね、とにかくステアリングの向きをあの頭と体に叩き込みなさいって言われて、自分のそのタイヤの向きをね、もうとにかく叩き込む、自分の車のタイヤの向きをとにかく覚えて、タイヤの向きを覚えようってすっごい言われましたね。それが分かると、さっき言ったみんなで言うドリフトじゃなくて普通のカーブを曲がる時のコンパスの位置でこういうラインを描けるのがここでイメージできると、どっから入ってどの角度で切ると、そのステアリングを動かさずに最後までカーブが曲がりきれるようなラインを描くっていうのが分かるようになる。だからドリフト その定常円もそれと似たとこがあるというか、それができるようになるとね、どんな R の大きさのところに行っても、そんなにむっちゃこんな急がなくても、なんとなく、ドリフトでターンで回れる感じに なるみたいよ、知らんけどっていう感じ。なんかごめんな、感じでさ、私みんなみたいになんか数字とかで説明できんのよね、下手くそで。なんで自分ができてるか、まあまあ上手じゃないし、そう下手くそだねゼキオさん、高校2年生なんですけど、来年 Z3 に買おうと思ってるのがどう思いますか。 Z3 にっていうのがあるんやな。あ、そうなんや。私 Z3 には教えてもらいたいなって思いました。セブンテーマフラーからひでますかって、前は出てたけど、それはね、あのセッティングをそういう風にしてたら出ますけど、私はもう純正に戻したから出なくなりましたよ。そう、
ユーザーさん、グランツーリスモ7ってゲームで FD 乗ってますよって。あ、そうなんですね。素敵だと思います。そう。免許更新次は何年だって？ 5 年です。私、ゴールド免許ですね。ともみちゃん、やったー！そう、有料ドライバー。やったーです。ごめん、ゴールドですよ。そう。カウンターステアは初心者方はギア移植してから行ってください。そうだね、移植から練習だよね。そう、ネラさん免許はゴールドですかって。そうですね、そう、30分の講習でいいみたい。近々いかだね。カウンターステアは引いてハンドルを切るといいよ。だってそうなんや。テラちゃん、ノリさんの免許の更新の時に写真を持参するとバックが赤系の免許写真できますよ。だって、あ、そうなんや、いいこと聞いた。証明写真屋さんとかに行けばいいの？テラちゃん。そう。アキちゃん、定常円も、わしの時はアクセル一定にしてステアでこぜて、角度がどんだけ変わるのか、それを感じないとね。だって、そういうことか。なんか結局、自分のそのアクセルの感じとハンドルの感じを覚えんとはあかんなって思いますね。なんか、最初はどうしても、こうパワーで後ろをこうなんかこう滑らさんなんて思うから、結構踏みすぎるイメージかな最初は。踏みすぎると今度ものすごい勢いでカウンターが回り始めるから、止める位置がちょっと遅くなるかな。そのカウンターがここっていうところで止めて当てが遅い。そしたら結局はスピンするっていう感じ。進めない、自分の行きたい方向に進めなくて、後輪がもう先へ行ってしまって、スピンでエンストっていう感じになるな。あぞちゃん、よう先生で、とんでもないです。そう、全然うまくない、全然うまくないですからね。一発廃車してるからね。そう、平成8年の Z32 って言う。 Z32?あ、そうなんや。だってお姉さんみたいだね。だって、とんでもないやつ、島子ちゃん。全然ですよ。誠治さん、さっき誰か86欲しいって言ってた人いましたけど、え、いい86ですかね。200万から300万しますよ。だって、そうなんですね。そう。うん、でもなんか人が買いたいと思ってる車の値段は、まあ横から言わんでもいいと思いますよ。パッキーちゃん、こんばんは。最近友人のスターレット乗って当時を思い出しました。やって。そうか。いいと思います。スターレット、パッキーちゃん。明日ライブします。明日もしますよ。ライブのログは、途中から来た人も、途中で寝てしまった人も分かるように、ログは、YouTube にの生ログをそのままノー編集で載せています。結構見てくださってるみたいで、ありがとう。Z さんにはでかいやつやね、スーパーカーみたいなやつって言ってる。そうなんや。さきいっかちゃん、明日昼飯決まってないんですけど、何食べたらいいですか？土曜日の昼ご飯って手抜きしたいなって思います。そう、何がいい？お料理好き？めんどくさかったら、そうだな、私、どん兵衛食べたいなって思いました。てらちゃん、そうそう、町の写真屋さんでバックをピンクでって指定して、免許用の写真、証明写真って言ったらできますよ。だって、あ、やってみよう。それで撮ってもらおう、美白に。そう。もしくはマスキングテープをハンドル貼り付けるもいいよ。だって、そうなんや。いやー、でもなんかハンドルにマスキングテープしても私ハンドル見てないな。うん、 Z さんにはフェアレディ Z でな。あ、そういうことか。フェアレディ Z っていう車のことやね。ハルキキングさん、こんばんは。いらっしゃい。パッキーちゃん、明日実家に帰ってセブン復活ゴソゴソしますよって。えらいこっちゃだな。コメント追いついた。あやちゃん、ほらありがとう。ユーザーさん、ほらありがとう。ヒロリン、そろそろ寝ます、ありがとう。おやすみなさい。ということで、追いついたコメント、ここから、あら、もうえらい時間やな。でも明日休みかもしれんから喋ろうかな。ハルキングや、ごめん、ありがとう。ちょっと今日はセブンの話をしようかな。ここからじゃあ、こうやってコメント追いついたから、セブン傷つけないように。だってどういうこと？うん、セブン傷つける、明日配信することがセブンを傷つけるの？それはないと思いますよ。今岐阜市の一覧、うわっ、え、岐阜市の一覧、岐阜市の一覧、おお、岐阜市に一覧ある。あ、岐阜市に一覧、いいな。切り取り線、ここから聞き線になります。ゆうちゃん、ありがとう。じゃあ、ここからコメント追いついたから、切り取り線にします。切り取り線っていうのは、個別の今まで一行一行読んでたお返事を、
もう読まずに私のお話を聞いてもらう番にしています。いつも配信はそうしています。皆様 あのコメントを読んでの返事はここでストップで、私のお話の時間にさせてください。にゃーこちゃんいらっしゃい。ねらちゃんもありがとう。じゃあここから切り取り線です。今日は、あのね、昨日の話でいっぱい話したことあるののその第2弾で、今日はね、あのセブンの、あと演じの話をしますね。気になるエンジンの話。そう、佐藤吉さんはちょっとブローしたってなったけど、セブンのエンジンの話をみんながね、私のセブンのエンジン元気ですかとかって聞くで、私は元気だと思いますよ、調子いいと思いますよ多分ね、みたいなしか言ってなかったけど、私も気になってたよね、自分のセブンの元気なのか。そう、ナビちゃんいらっしゃい。切り取り線中、セブンのエンジンの話をします、ありがとう。そうで、あの、実はね、昨日、おとといはね、私ね、びっくりだよ。タカさんに会ってきました。タカさんの車屋さんに行きましたね。初めて！そう、なんか、タカさんのオレンジセブンが赤車に乗ってあって、うわ！あるってなったし、タカさんに、のところに行って、セブンを見てもらいましたね。で、そのセブンを見てもらうのが気になってたのがね、あの、まあ、とりあえず、タカさんところで私、お願いをしてたのが、あの、セブンのエンジンが元気か知りたかったのが、圧縮が測定ってこと。圧縮の測定って言うんかな。私、それ、実はね、あんま分かってないよね。みんなが圧縮測定してないんですかってすごい言うからさ、あ、せんとあかんのって、ガキちゃんいらっしゃい、こんばんは。あ、圧縮測定せんとあかんっていうのは私は知らないじゃん。そう。だけど、あの、いろんな人からね、圧縮測定 したことないんですかとか、してないんですかとか、したらいいですよ。すごい言われたし、実はずっと気になってはいたんですけど、あの、どこでもかしこでもね、ロータリーの、清丸ちゃんいらっしゃい。あの、ロータリーの圧縮測定できる、その、機械のやつがあるわけじゃないらしいんですよね。ああ、なんかいつもお世話になってる、あの、秋ちゃんの整備工場にはない。で、あの、松田のディーラーさんに行くとある場合があるから、あの、そこにお願いするといいけど、松田のディーラーさんも、どこもかしこもロータリーのその圧縮の測定の機械があるわけじゃないんだって。だから、あるとことないとこがあるんと。だから、その、ディーラーさんに行けばいつでもできるわけではないんだって。で、圧縮測定はちゃんと、エンジンの状態元気か、見てもらう、なんか、健康診断なの？それが、なんか、ユーザーさんおやすみなさい。あの、それが、なんか、あの、必要かどうかも正直ちょっとよくわからんかった。そのいち早くせんとあかん状態じゃなくて、セブン全然元気やから、せんでもいいよなんて言ってもらったりしてて、その整備士さんもよく見てもらってるし、私のセブンのエンジンはまだ2万キロぐらいしか走ってないんですよね。乗せ替えて。だから言ったらまだフレッシュな方だと思いますから、慌てて圧縮測って元気か元気じゃないかとか、みんな2年に1回オーバーホールしないといけないよとか言うけど、私そんな雰囲気もない、元気だからね。だからそんな急いでなかったけど、そしたらさ、タカさんのお車屋さんがね、トーポネコさん最近たくさんコラボ動画でお見かけします、いつも楽しく拝見しますって言ってくれてありがとう、よかったら仲良くしてください、そう、素敵なご縁にコラボさせてもらっています、感謝していますよ。そうね、その圧縮の機械がタカさんとこにあるってお聞きしてて、私もお願いしたいなと思って、タカさんとこでセブンのエンジンの圧縮っていうのをしてもらうことにしたんで、セブンを持って行ったの。そしたらさ、圧縮っていうのは知ってるし、なんか窓みたいが3つあって、なんか数字がなんか777みたいな感じで、なんかスロットみたいに777ってなったりとか、なんかしとるとか、そんな感じだな知ってるけど、何をどうやってそういう感じがどういう全然わかってないよ、全然わかってない。で、あの、圧縮測定お願いしますって言っとるくせにさ、どうやってするかも知らんしさ、それをしてなんなんっていうのも分かってないんさ。だけどとりあえずセブンが元気かどうかはなんか知れるのは知りたいなと思ったんで、お願いしてやってもらいました。圧縮測定ってさ、みんなやれやれ言うけど、やったことはありますか？これはロータリーだけなの？それとも一般のみんなの、あの、エンジンもするのかな？私それも知らないよ。で、セブンの、あの、グルコちゃんライブ初見です、ありがとう。あの、圧縮測定のそのなんていうの、機械がなんかねあるじゃん、それをなんかどうやってするかも知らない。ほんで、
もうタカさんが慣れた手つきでさ、じゃあやるよーみたいな感じでさ、なんかやり始めてくれたんですけどね、動画も撮らせてもらったけどね、レシプロもするんや。みんなそんなんするんや。私圧縮測定なんて人生で初めてしましたね。そう。で、その何やり方も知らんし、ボンネット開けてさ、なんかプラグを抜くんよね多分ね。そしたらね、何かを機械をつけるのかな、そこに多分ね。そしたらエンジン、機械つけたらエンジンかけるか、エンジンかけるかもしれないけど、かけないかもね、かけないかもね。エンジンかけるけどブルーンってなったかな、なんかようわからんけど、セル回してなんかみたいな感じだよ。よくわかってない、結局見てるくせにわかってない。そしたら機械がなんか、そのデジタルの機械の3つの窓みたいなんとかがなんか血圧計みたいになるんよ。血圧計みたいな数字になって、でもういやって言うんよ。そしたらやめるね。そしたらその機械が考える、こう。そしてタカさんが降りてきて、リートちゃんいらっしゃい、セル回すだけ、そうなんよ。ほんで降りてきて、なんかこうパッてしたら数字がこうなんかハンハンハンってなって、あのなんていうんかな、圧縮の何か3つの数字が現れるっていう感じでしたね。リコはじゃあ前歯直せだって。あ、そうなんや。いや、もう歯並び直す余裕ないな。そう、気になるんだったら、リコちゃんも直せって言っとくね。態度を直せって言っとくね。普段は何の仕事してますか？雑貨屋してますね。もう今年で10年になります。で、その圧縮の数字がね、なんか、あるんでしょ、何本やったらいいとか何本やったら良くないの、その数字の基準も私知らないよ。だいたいなんか7とか8とかそこら辺、知らんなみたいな感じだといいんかなっていう感じだったよ。だから数字が出てタカさんがうん大丈夫って言ってくれたけど、なんかその数字が何だったらいいかをまず知らんのよね。アホやろ、燃料カットしてセルモーター回す。燃料カット?3個の部屋の圧縮って言ってる。機械がカウントし終わるまでセルを回すと、セルを回すと、機密圧縮測定する。するのって言ってる。わかった。で、それをしたら、なんか、高さのとこ行って持ってったら助手席にレモンサワーつけられなかった。やめて、もうテラちゃんほんまにやめて、それ飽きちゃうんじゃん、もう本当にやめて、本当に最悪や。なんで私飲酒運転しないから大丈夫です。そうで、プラグ抜いて爆発圧力を見るんよ。タスちゃんそう見てもらったん。ほんだらさ、なんかタカさんがさ、もうなんか見て、うん元気って言ってくれたからさ、6.8 以上あればいいと聞く。 6.8 ってめっちゃ低くない？あ、そうなんや。私7はいると思ってたな。 6.8 とかありなの？よくわからんな。数字があんま低いと良くないのかなっていう感じかな多分ね。で、それで私がなんかタカさんがうん元気って言ってくれたけど、私がなんかもうね、なんかよくわからんすぎて、うん、っていう感じでさ、見とったらさ、でも正直に言わせてもらったのが、もうタカさんいいって言ってくれるけど、私、何の数字やったら良くて、何の数字じゃないかったらダメなんかが、私がまず知らないですって言って、それをタカさんに教えてもらったんですよね。そしたら、なんか、なんていうの、タカさんが、なんか、ちょっと教えてくれたのは、なんかタカさんが言ったのはね、8.5 ぐらいで3つの数字がちょい前後ぐらいで 8.5 あたりをいたらもう20ハルっていう元気っていう風に 8.5 で、なんか調子が悪くなってくるとその数字が低くなる。じゃあ10とかはって言ったら10はないなってなかなかみたいな。そう、ほんでなんか8.5 ぐらいの辺におったらエンジン元気ってことみたい。で、私が、2回しました。なんでか分からんけど。なんで2回したやろね。
で2回したかがよく分かってないよね。そう、で2回するのは低いのはローターのシールがダメ。うん、なんかね、ほんで結局やってもらって2回しました。その2回の意味はね、あのおにぎりの数ってこと。はじめましてユーザーさんいらっしゃい。おにぎりの数ってことなんだって。だから私は2ローターってこと。おにぎりが2個あるから、おにぎりが2個あるから、おにぎりの1個ずつを調べてくれたんやな。だからどっちのかのおにぎりが先に調べて、それであのスロポジが悪くありまなりませんかだって。え、どういうことやろ、スロポジが悪くなりませんか。え、どういうことやろ、難しい。社長、社長おらんのか。分からん。あ、圧縮を測るとスロポジが悪くなるんや。私それは知らんな。あ、どうなんだろう、ちょっとよく分からんです、ごめんなさい。誰かが分かるかな。で調べてもらったらね、私1個目のおにぎりはこうなりませんだって。あ、そうなんや。1個目はこれやった。なんか映ってる、 8.7、8.8、8.8 やったん。のりちゃんのはスロポジ変えてあるよ。あれ、いつの間に僕の FC はよく悪くなりましたって。そうなんですね。おー、スロポジ、ほんスロポジってなんだろうなと思ったら、スロポジは前俺んとこで測定したようだって。え、そうなんや、私それ知らないな。テラちゃん、アキさんとタカさんにお墨付きをもらった元気な成分よかったね。でな、これがなんか 8.7、8.8、8.8 やったから8.5 のあたりにおるからいいってなりました。1個目のおにぎりの数です。で2個目のおにぎりがね、2個目のおにぎりはん、2個目のおにぎりの数字はね、なんぼやったやろか、ちょっと待ってよ。俺なりめっちゃやけやしく言ってた。そうなんや。あ、そう、そうちゃんありがとう。めちゃくちゃ元気なロータリー。そうやな。なんか私めっちゃ元気やったって言ってもらった。1個目はね。で、もう1個のおにぎりの数値は、8.6、8.4、8.3 だったんだから、もう片方はちょい低い 8.3 がおるから。だけど、それでももういいって言ってくれたから、そうなんやと思って。反応薄いん私の。やったーってなれんのよ、なんか。あ、そうなんやっていう感じだ、わからんすぎて。そうなんですね。タカさんが、うん、いいいいって言うから、っていう感じ。そう。それで行きました。いいな、いいな、だって。いやいや。いやいやいや。あ、そう？でも私、1個が 8.3 があるから、ちょっとドキドキ してますよ。そう。なんで1個そんなに違うと思ってね。で、あのキクにいらっしゃい。その後私ね、あのね、ちょっと無理を言っていいなだって。そうなんや。でもエンジン新しいからね、あのそれはアキちゃんがずっとその圧縮測定線でも乗った感じとかエンジンのかかりの感じで十分調子いいのはもうわかるから、そんななんかそんななんかなんてエンジン心配する状況じゃないから、冬の寒い日も全然電池もつく、電池じゃないわ、エンジンかかるし、そうめっちゃいいエンジンだって。本当それ大丈夫って言ってもらう、する必要ないぐらい元気なの分かってるから、圧縮測定線でもいい、大丈夫だよって言ってもらってた。それはタカさんも言ってくれてた、あの測定してあげるけど線とあかん状況でもないし、線でも調子いいのは分かるよっていう感じやったんやな。そう全然大丈夫なん、六さん。そうなんや、全然喜んでいい数字なんねやんこじゃん。あ、そうなんや、やったー。なんかそれが分からんじゃん、もうなんか顔真っ青よ、もうな。あのね、もう正直に言うと、私、車屋さんに、初めての車屋さんに行くと、正直、タカさんですらね、緊張しますね、やっぱりね、なんか、緊張しましたね。圧縮 8.4 くらいなら大丈夫ですよって、そうなんや、ユーザーさん、教えてくださってありがとう。ほいでな、それでなんか、ちょっとエンストしたりするととかも、すごいタカさんがさ、心配してくださってて、
新品ロータリーエンジン並み合えて、そうなんですね。でもまあまあ新品やからいい、そんなもんか。 2万キロ、そう、まだ新しいからな。そうじゃないとだね。本当に圧縮が低いとエンジンかかりにくいんですやって。そうなんですね。なんかあの匠社長がかけてエンジンをかけるシーンがあったじゃないですか。あれを見てね、なんかエンジンのかかり悪いですねっていうコメントがついてたんだが、私それちょっと実はねへこんでるん、実は今。そうなんや、何も知らんかったと思って。アペックスシールが飛んだらえらいことですよって言ってる。そうなんですね。でもなんか私多分大丈夫だと思います。まだ多分ね、多分だよ、多分元気だと思います、多分ね。そうで、あのなんかそれでもう一つ、あ、すごい、タカさんがさ、私のセブンのことを心配してくださいまして、なんかエアコンのねクーラーをつけたらエンストする、でも暖房だったらしにくいとかいう感じのとこの癖があるのとか、二足が硬いとかいうのがあるのとかをすごく心配してくださって、私もなんかどうやったらなるんかなっていう感じでね、いつもなんかね、もうずっとそのセブンの二足問題とね、クーラーかけたらエンスト問題も何年も何年もずーっとそのセブンはそういう癖が持っとるんです。だからもういっぱい対策をした、エンストとかもなんかいっぱい対策を今までしてます。エンジンだって新しくなってるしさ、クラッチスイッチも変えた、だし ISCV も変えた、ほんでなんかそのインマニとかのお掃除もした、でなんか噛みちぎられてたか、なんかちぎれてた線をつなげたとかいっぱいしてるんです、そのエンスト問題のためにね。だけどさ、それでもエンストする、なんでかわからんのよね、その謎がある、呪いって感じ。それをそう心配してくれて、でそのエンジンどうなんっていうけど、今最近はそのクーラーかけて走ることがないじゃん、すいませんって言ってる。え、なんで？そう、あのエンジンかけて、あのクーラーかけて走らんから最近どうって言われても、最近クーラー使ってないからエンストはあんましんけど、あの治ったかどうかはわからないって言ったら、タカさんがそれちょっとそれ見てやろうかって言ってくれて、それで私ね、タカさんがね、なんかねセブンをね、ちょっとねそこら辺プリンって行ってきてもらっていいですよって言って、タカさんね、ちょっと私のセブンを乗ってね行ってきてくれた、ちょっと行ってきてくれたって、どこ行ったかは知らないけど走ってみてくださったんですよね、セブンで。どういう感じなんか、そのエンジンの調子も含めてっていうのは、あのな、坂道発進どのくらいで慣れましたか？あのな、ハンクラッチをいっぱい使おうとするとね失敗するな。自分のハンクラッチじゃなくてパッてつなげるようになるとすぐ上手になりますわ。さっとつなぐっていうのを練習してください、楽ちゃんね。そう、わかるよ、苦手やな、私もなんかちょっとなんか焦げ臭くなったわ昨日おととい。そうで、あのなんかタカさんはね、みんなあんまり知らないかもいらっしゃるが、タカさんはねセブンのこと何でも知っとるよ。マツダ社員です、だって。あ、そうなんですね、ユーザーさん。そう、松田社員、あのな、私がお世話になっとるさ整備士さんもね、車検もお願いした、もう25年松田の整備士さんされてた方なんですよ。なんか人脈やな、てかなんか類は友呼ぶな、ありがとう。そう、ゆうさん、のりさん、スタッドレスタイヤと時と場合によって夏用タイヤよりも滑りやすいこともあるので気をつけてください。ドリフトのギアに履くと全く食わないことで有名なんで。あ、わかりました、うん、ありがとうございます。むちゃくちゃはしません、ゆうさん。もう動画でも喋ってるけど、雪が降ったら乗りません、天気が悪い日も乗りません、ほとんど乗りません。万が一なんかの時にっていうだけのためで、そんな過信してるわけでもないですよ。そう、そんなむちゃくちゃはしません。雨降ったらゆっくり走るし、そうだから大丈夫ですよ。ありがとうございます。そう、ドリフトもしませんよ。そう、みんなにさん20件ありがとうございます。そう、坂道発進はバカずこなせ。後ろが誰もおらん時にさ、自分で何回も練習したらいいよ。そう、あの後ろがおらん時に、だから坂道の誰も後ろもおらん時に何回も練習したらいいさ。坂道行って大丈夫、自分が思ったこと下がってないから、あの下がって焦るから、あー私もうなんかすごい勢いで下がってると思うかもしれないけど、そんな時速20キロも30キロまでいきなりさ下がったりせんよ。坂道は言うて、なんか50センチ1メートル車が下がるか下がらんかのところでさ、本人恐ろしく焦ってるだけの話なん。それはあの、そんなビビらんでいいよ。セブンファミリーカーですか言うて、いや私の相棒よって言っとくね、トラリちゃん、ありがとう。
初見です、燃費って3ぐらいですか、いいえ78ありますね、そういう感じです、純正に戻したら78になりましたよ。そうユーザーさんも素敵やな、周りもまだまだ FC いますよ、だってそうなんですね。そうほんでタカさんの話に戻るね。そうで、あのね、あのタカさんはね、いろんなセブンをね知ってるの、だから FD ばっかりよ、いろんな FD を乗ってるし、いろんな FD のエンジンも知ってるし、だからちょっと運転するとさ、そのセブンがどういう状態かは分かるん、里吉さんもそれは分かると思うけど、あのタカさんにね乗ってみてもらったらね、なんかそのセブンが大体どういう状況かね、タカさんの感覚がもう染み込んでるからね、だからあのタカさんに一回乗ってみてもらいたいなと思って、お願いしてちょっと乗ってきてもらっていいですかってお願いをして、その私のセブンがどういう状況なんか、その圧縮測定だけじゃなくて、実際に運転してもらって見てきてもらったんですよ。それがそういうのがもういいな、そういう方が私は信頼できるんですよね。数字で大丈夫って言われるより、なんかうん大丈夫って、その人間の感覚みたいなのは大丈夫が欲しいと思う時がある。私が人間の感覚でセブンとずっと向き合っとるからね。だから高さんにそれをしてもらいたいなと思ってお願いして走ってきてもらった。そしたらなんか、わかったわかったのりちゃんって言って帰ってきてくれて、エンジンはねめっちゃ調子いいわ、大丈夫だな、もう最高よしって言ってもらって、よかったってなって、でもわかった、あのなんかやっぱりクーラー、この寒いのによ、この寒いのにクーラーかけて走ってくださったんと、そしたらやっぱりなんか信号待ちでクラッチ来た時にエンストしたわ、でのりちゃんの言っとる通りや、エンストするな、俺もそれ見たわって言ってくれて、でそれは 何が悪いか、なんか俺ちょっと分かったぞって言ってくれてね、もしかしたらやけどね、あれもしかしたらやけど何が悪いっつったかね、あとそれを忘れたわ、何が悪いって言ったかな、ああ、うん、忘れた、もう、なんかさ、もしかしたらここが悪いと思うが、多分そこで、100% とは言えんけど、ちょっとそこかもねって思うとこ分かったぞって言ってくれて、私の長年のエンスト問題。だからそれをちょっとね、やると治るかもねっていうとこが特定されてきた。ありがとう！だから、なんかタカさんとこ行ったら、私のセブンのね、エンジン超絶元気よ。っていうことは分かって、エンスト問題はね、エンジンが調子悪いからじゃないことも分かって、っていう感じになりました。アルドちゃんいらっしゃい。そう。だから、元気でしたね。そう、思ったよりっていうか、セブンが元気でした。そう、意外と燃費いいんですね、ロータリアガソリン食うイメージありますよって、そうなんですね、セッティングによると思いますね、私のセブンが78だから全ての FD が78と思うわけじゃなくて、私のセブンでもセッティングがものすごく変えてあるときは3でしたわ、3だけど純正に戻したら78になりました。だから燃費が全部がなんていうんだ、ガソリン食うとかロータリー総称して全てをこうだっていう風に考えるのは私ちょっと乱暴かなと思いますね。ロータリーって一言で言っても、その車のセッティングも違うと思うし、同じセブンでも多分私の燃費とロックさんの燃費と高さの燃費はまた違うと思う。走り方も違うし、乗り方も違うし、私の場合は街乗りで純正車両で走ってるからマイルドになってるはず、高速道路も結構走るからね。そうだからです。そういらっしゃい、こんばんは。マロピーさんと匠社長とコラボさせてもらったの。めっちゃいい、楽しかったです。何からセンサー、そう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 、それのプリードちゃん、プリードちゃんめっちゃ知ってるな。マロピーさんとコラボしてましたね、だって。そう、父ちゃん忘れた、のりちゃん。そうなんよ、ちょっと待って、何が悪かったかちょっと後で聞いとくわ。ちなみに俺の FC はタービンブローして HKS のタービンに変えてウエストゲートを待機解放したらうるさくて警察に追っかけ回されましたやて。ターボを変えるとうるさくなるんですね。事件。そう、ランカモさん初見ですけどいらっしゃいませ、ありがとう。アソちゃん大丈夫です、のりちゃん忘れても。そう、みんなにさ、めっちゃドヤ顔でさ、もうさ、名探偵コナンばりにお伝えしようと思ってるのに何が悪かったか忘れたよね。センサーよね。なんかこうな、これぐらいのものが、でしたわ。金色だったかな、色がね。金色のこれぐらい、5センチぐらいのものでしたね、多分。今はノーマルに変えてます。あ、そうなんですね。テラちゃん、もしかしたらフォグがないのが原因よ、って。言うなクソ、
工具がないからか。マジか。そら暗い、帰りも暗かったけどもやな。ほぐ、ボタンはあるからねって言っとくぞ。大事なこと忘れてるで、って。そうなんよね、ロックさんね。何が悪かったか教えて。でも金色だったで、5センチぐらいだったな、覚えてるんさ。アストロでこれかなって言ってたけど、な違うって言われた。そう。昔松田の整備士してました、やってブリードちゃん。やっぱりなぁ、さすがやわーって思った。そう。ボディカバーも一緒。やったー、そう、あれな。あれはなんか上手になったよ、つけるの。最初はもうめっちゃなんかさ、めっちゃなんか大変やったんつけるのが、これ、この付け外し一生やるのって思ったん。だけど、慣れるな、父ちゃん。何回かやると、上手に、プリンって進めるようになる。ただ私気になるのはね、自分がその車で走るときに、そのカバーどうしてるっていうね、そこが気になるな。だって、天気のいい日に洗車してカバーをしてるんです。で、天気のいい日にカバー外して運転して、で、濡れて帰ってきたからカバーせんかったん。びしょ濡れだったから。で、天気のいい日まで待って、天気のいい日に、また洗車して、吹き上げして、綺麗な状態にしてから、カバーをまた被せてるんです、今。そしたらね、天気のいい日しか、カバーが外せないブランディングだよねって思って、カバーをどこに置いとくっていう問題もあるな、と思いました。また教えてください。キアルちゃんいらっしゃい。こんばんは、アルトちゃん。おつ、普通センサーはないって言ったの。キアルちゃん、土曜日のかなラリって言ってる。土曜日のカナラリって何ですか？そうっていう感じでした。サーモンセンサー？サーモンセンサー？アルトちゃん、サーモンセンサーかな。分からんわ。金色の5センチは埴輪かなって言ってる。そうかな。ハニワか。それ私九州でゲットしてきたよね。ちょっとね、アロさんいつも赤い服着てますが、なんでセブンは黒いんですか。出会った時のセブンが黒だったからです。そう、うん、そういう感じです。心のフォグランプって言ってる。まさちゃん、フォグランプが悪いのか。なんか金色の5センチぐらいのやつだった。これよってタカさんが教えてくれたんやけど、違うセブンがあってな。違うセブンがあって、私のセブンじゃない違うセブンのとこ見に来ておいでって言って見せてもらって、ここについてるこれよって言って指さしてくれて、はーんって見て。で、のりちゃんのはなんか上に純正のいろんなものがついとるから、のりちゃんのはこうやって上から覗いてるの、このなんか筒があるじゃん。黒い筒がこうあるセブンに。その黒い筒の下におるから、のりちゃんのセブンではこうやってこれよって見せてあげれんけど、その違う車のセブンのところではこれよって見せてくれたんよ。あー、いらっしゃい、しばけんろくちゃん。私何が調子悪いんかなっていう話をやっとんの、今。ほんで、その筒が取れとるやつを教えてくれて、あー、そうなんや、と思って、金色の5センチぐらいだったんです。すっごい説明やな。さあ、水温センサー、あ、水温センサーや、きちゃん。そう。水温センサーや、ほんまか？そう。え？水温センサーやったっけ？雑貨屋さん行ったら会えたりしますかね？たまねこちゃん、会えるよ。さあ、あのね、今年はみんなに会える年にしようと思ってるの。そしたらね、LINE のね、公式 LINE 登録してください。100人になったら、案内を始めます。1月25日から一斉にご案内始めます。会える機会をご案内します。トップページの、プロフィールページのリンクのとこの一番、リンクのとこ飛んでページの一番下に、公式 LINE 登録があります。みんな LINE 登録してください。私から お知らせがあったら、一括で皆様に、等しくお伝えします。ライブにその時来てた人だけが知ってるとか、後になって知れないとか、それが嫌だなと思ったんで、そういう風にしました。で、その LINE はグループチャットではないので、みんなの LINE が知らない人に知れることはない。私とあなたの LINE ですわ、なんのを作りました。で、私と LINE 友達になってください。それで私がみんなに一斉にお知らせします。だから LINE 登録してください。会いましょう。今年はみんなとギュッと仲良くなる年にしようと思っています。トラガイさん、ノーマル7、かっこいいっつってくれてありがとう。ブリードちゃん、サーモンで、サーモンは酒。あ、サーモンは酒。今日サーモン食べてきたんよ。今日ハマ寿司行ったん、ブリードちゃん。サーモンいっぱい食べてきた。5皿食べた、サーモンね。で、その話いらん。まさちゃん、黄色の5センチ、後ろに帽子かぶってるよ。違う！これは5センチじゃない！ 10 センチじゃん！これは10センチなんじゃん！言うとくまさちゃん、帽子かぶっとるな。
そう、誤字修正でした。だって分かった。ユダさん、RX8 も問題児でしたよって言ってる。そうなんや。森玉父ちゃん、倉庫に置くか急いでるときはトランクに入れてます。雨の日は乗らない感じです。もし出かけてて雨になった場合は、やっぱり晴れるまで待って洗車してからカバーかけてます。やっぱりな、父ちゃん。私もやっぱりそうする。だからさ、雨の濡れとるときに水分に乗れんな、あれは。もう、ひっぺがいてたらさ、濡れたその大きなカバーの置き場所がないね。だけど、セブンのお肌に触れる部分は、あんまりお外に置きたくない、なんかこう、ザラザラしたら嫌やから、セブンの肌が。ってあるよな、じゃん。わかるわ、父ちゃん。ありがとう。セブンの動画見ましたやって、千本桜好きかもせやさ、ありがとう。サーモンセンサーか。サーモンセンサーじゃないわ。水温センサーかもね。多分。それが良くしたらなるかもって言ってくれて、ちょっと、それ絶対じゃないよって言われたけど、ちょっとそれがすごい嬉しいですわ。それをしてもらうことにします。それでセブンが、もし演出せんくなったらさ、2023年の夏はエアコンかけて走れるん。私、タカさんにも言って、それないわって言われたけどさ、エアコンかけたらね、演出するから、その、エアコンかけてるけど信号が近づいてきたらエアコン毎回切ってたんとか、暑いけどエアコンかけずに窓全開で風があんま入らないセブンだけど頑張って走ってたん、汗ながらセブンは暑いん、黒だから余計に。だけどそうなんしとったんだよっていう坂さんに言ったらさ、ありえんわ、暑いでセブンはって言ってさ、だから今年は治ればいいなって思ってます。うちセブンじゃないけど同じような値段の車持っとるのって。そうなんですね、仲良くしてください。父ちゃん、今年はゆっくりのりちゃんに会いたいです。私父ちゃんのさ、あのさ、あの富士山の近くのお家にゆっくりね行って、で私さ、父ちゃんのねところでさ、あのワンちゃんたちと一緒にねジブリ見たいんよね。なんかラピュタとか見たい。ゆっくり、もう話しかけんといてっていう状態でワンちゃんと一緒に、マジでさ本気でなんか隣同士でお互い干渉しない感じで、お互いだって好きだもん。だからジブリをねずーっとねってみたい。わかる、これ。そう、 LINE 追加 してきました。タマネコちゃん、ありがとう。エアコンで演奏やって。そうなんですよ。そう、ぜひ来てください。ありがとうございます。ぜひ。そう、アソちゃん、水温計の方じゃない方の制御のやつかなって言ってる。うん、水温計ですよ。ん？水温計だで。あ、電動ハンネって言ってる。ん？ん？ん？あ、全然わからないよね。詳しくはあの、タカさんまで。また大好き、ありがとう、父ちゃん。詳しくはタカちゃん、タカさんまで。皆さん、詳しくはタカさんまで言ってください。オムニー、いらっしゃい。オムニーとオスルの赤バーカーで配信してます。してもらってます。ありがとう。あのな、私の LINE、公式 LINE 登録はね、私のこのトップページにね、行ってね、オムニーさん、今年もよろしくお願いします。そう。水温センサー2個あるよ。あ、そうなんや。水温センサー2個ある？あ、そうなんや。5センチの方です。金色での5センチの方でだと思いますよ。ほら、ここのな、ここの、あの、ここのリンクのページを開いてください。LINE 登録してよ、みんな。もうすぐ100人ですわ。そう。ここのね、リンクのページをタップしてくださいね。そしたらさ、私のリンクのページ、ここはいつもチェックしててください。オリジナルステッカーとかオリジナルカレンダーがまだ注文待ってますって感じですね。この一番下、スポーツカー女子公式 LINE のここを押してください。そしたら LINE 登録の画面に進みます。そしたら、私と友達になるっていうボタンが表示されますから、友達になってください。それで、あの、大丈夫です。皆様からのメッセージは時間、はかかるけど、私お返事、私手書きでしますから、あのお友達みたいにわーっていう LINE はできないです。私もたくさんのなんかお付き合いがあるからね。だけど皆様からいただいた LINE はちゃんと読みますから、そう、なんかあったらおっしゃってください。で、私から一斉に皆様にあのお知らせを届けます。1月25日から少なくとも一斉送信が始まります。それまで待っててください。 LINE 登録よろしくお願いします。情報をみんなに等しくお付き合いしたいと思っております。アイドルアップの関係、いやもう全然わからん。そこら辺はわからんだよね。いや、そこら辺はちょっとね、難しいな。難しいよね。そう、だから水温センサーを変えたら良くなるっていう感じじゃない。やったーって感じ。それはなんかエンジンの元気よりもね、なんか私の中でやったーってなったんですよ。そう、
水温センサーでなければサーモンかなって言ってる。そうなんや。サーモン、あ、それは何も聞いてないな。スワトさん登録してきました。ありがとう。みんなよかったら公式 LINE 登録してください。別になんか、何もそんな皆様のご迷惑に。82人になった。あと10、18人で100人になります。そう。皆様のむっちゃご迷惑になるような、たくさんのなんか、LINE をバーって送ったりはしません。そう。ユーザーさん、アイドル、アイドルアップソ、アイドルアップソレノイドだと思うって言ってる。アイドルアップソレノイド、アイドルアップソレノイドっていうのがあるんですね。よかった。アイドルアップソレノイド、むず、わかった、ありがとう。そうなんで、ちょっと高さのところでセブンのそういう状態見てもらって、なんかちょっともしかしたら演出とかもしかしたらなるかもしらんってことです。キクリン、エアフロセンサー、確かに5センチぐらいだったと思う。だって、あ、アイドルアップそれの5センチ説、エアフロセンサー、いやもう何なの、センサー結構流行ってる。分からんな。水温センサーって聞いたかな。 VR43 こんばんは。 LINE 分からん。あ、そっか、ぐんまちゃん LINE そんな難しくないよ。みんなと LINE 友達になる感覚と全く一緒ですわ。そう、 LINE 分からんくてももういいですよ、無理なくです、よろしくお願いしますっていうことです。じゃあ今日も12時早いし終わろうということで、何が話したか語られたら、セブンのエンジン元気やった、元気じゃない、元気やった、で圧縮もさせてもらった、でそして高さが乗った感じも大丈夫や、そうやった、で水温センサー5センチ説、そう、のりちゃん頭の中混乱、あ、 ISC でしょって言ってる。あ、それノイドって ISC のことなん。アルトちゃん、センサー系、配線系の補給類が故障始めれると収集つかなくなるよって言ってる。そんな無茶苦茶なことにはなってないと思いますね、多分。あ、ISCV ってやつは私新品に変えましたよ。お掃除何回かしたけど、もう、お掃除何回もせんでよ、新品行くぞと思って、新品に変えました。高いぞ。4万円ぐらいしたで。めっちゃ高いよね。ただこんなさ、こんなクリオネみたいな、こんぐらいの筒みたいな感じで、クリオネみたいな、上田がこんな感じの筒みたいな、こんぐらいのものが4万円しましたけど、買えたよ、新品にね。そういえば前してたセブンガチャじゃなくて FD しかないガチャあったで。だってありがとう、それまた動画にしますね。千本桜さん、ありがとう。ハムちゃん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。遅い時間だけどありがとう、ハムちゃん元気っていうことで、今日はLINE 登録できた、ぐんまちゃん。よかった、ハムちゃん。ただいま、無事帰国、すぐに落ちますが、またゆっくり来ます。ハムちゃんも LINE 登録してねって言ったくね。プロフィールのページ、に行って、LINE、リンク飛んで、一番下の LINE 登録で、公式 LINE 登録。お友達です。グループチャットに入って誰かに知らない人に自分の LINE が知れることはありません。っていう、グループチャット、また LINE で繋がってください。そうで、お友達みたいに何回もこうお返事がチャカチャカできん、それだけは言っときます。もういろんな人とのお返事が、インスタの DM とかツイッターの DM とかもたくさん山積みになってるから、そう、必ずしも何でも皆様のご期待に応えるお返事ができるかは分からんっていうのだけご了承ください。クリオネって言っとる、ブリドちゃん。そうな、4万のクリオネよ、高いよね、4万のクリオネでって言ってるね。 FD のガチャミニカーねって言ってる。そう、また LINE します。だってユーザーさん、ありがとうございます。ユーザーさんもよかった、なんかアイコンじゃない、名前をね、なんか あのプロフィールでなんか登録するとお名前呼びやすいと思います。みんなが、私もですけど、ユーザー4864438358873っていう風な感じだから、よかったらお名前変更みたいなプロフィールの編集でできるから、してもらえたら嬉しいです。お名前をよかったら教えてください。そう、ハムちゃん、はい、わかりました。業務連絡終了。タカさんに聞いて覚えておくねって言っとる。うん、
あ、そう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 。もう私の車の状態はね、もう私がもうすぐ忘れるじゃん。だからもうね、誰かが覚えてるっていう状態にしよう。もうだ情報は誰かが知ってる状態にしよう。で、私がわからんくなったら誰かが補充っていう感じにしよう。もうね、なんかさ、タカさんの車屋さん情報量が多すぎて、私ドキドキしてしまって、圧縮もドキドキしたし、タカさんが運転してくれたのもドキドキしたし、なんか、でもセブン元気って言ってもらったら嬉しかったし、そんなでした。そう。あー、昨日エレノアちゃんの誕生日やった。マサちゃん？マサちゃん誕生日やったじゃない？あ？俺の LINE はこの名前と同じ。わかった、ぐんまちゃん。マサちゃん誕生日だったじゃない？過ぎたけど。はーい。やっぱりな！危ねえ！もう過ぎた！くそ！あー！せーの！ハッピーバースデイトゥーユー！ハッピーバースデイトゥーユー！ハッピーバースデイディアマサちゃん！ハッピーバースデイトゥーユー！マサちゃん誕生日おめでとう！くそ！過ぎた！あー！覚えてたのに！おめでとう！過ぎた！おめでとう！あー、ありがとう、キクリン。ありがとう、クラッカー。まさちゃん、誕生日おめでとう。チームノリの大事な、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 まさちゃんの誕生日。そう。ノリさんの椅子の位置だと、タカさん入らないよねって言ったら、あのね、俺で一番純正のシートでも一応乗れるからって言って、タカさん大きいね、ほんと。あんなでかい人が、よ、私の、なんか、セブンにキュキュになって座ってくれました。おめでとう、まさちゃん、遅くなった。あー、こんばんは。おめでとう、おめでとう、みんなおめでとう、ありがとう。てらちゃんもおめでとう、ありがとう。キクリンもおめでとう、ありがとう。お名前、にょにょろさん、こんばんは、ありがとう。わー、あそちゃん、誕生日ケーキありがとうございます。まさちゃん、誕生日おめでとう。ドラえもんちゃんもおめでとう言ってくれてありがとう。ぐんまちゃんもおめでとうって言ってくれてありがとう。ゆらしちゃんもおめでとうって言ってくれてありがとう。南條さんもケーキありがとう。まさちゃん誕生日おめでとう。とっちもおめでとうって言ってくれてありがとう。みんなお祝いのメッセージありがとうございます。たまさちゃん誕生日。すごーい！ハッピーバースデー！はきちゃんもおめでとうって言ってくれてありがとう。そう！よかった！もうなんか一日過ぎたけど私の中では過ぎてない。皆さんありがとうございます。感謝です。あぶねえ。まさちゃんの誕生日をちょっと若干、エレノアちゃんもないやな、今日。あー！お誕生日おめでとうございますって言ってくれたニョロニョロさん。ヘイズさん！ありがとう！そう、不思議なコブさん FD かっこいいですねって言ってくれてありがとう。トッチ、ノリネーム宝箱取って終わってね。あ、トッチの宝箱があと1分ちょっとありますから、それをみんなでトッチのいただいた宝箱を分けましょう。ありがとう。そう、ナサちゃん誕生日や。やばみさは。そう。っていう感じで、なんでかっていうと、私のこのオリジナルカレンダーに、チームノリとか、私を通じて仲良くなった皆様の誕生日を全部ここに書いてあるんです。だから、トッチも見えるな。そう、もう買ってくださった方はわかると思うんですけど、皆様のこの配信でお見かけ、聞いたことある名前の人の名前が載ってます、誕生日。このオリジナルカレンダーは毎年毎年、皆様のお誕生日を載せ続けて、今年で3年目になります。そう。なんで、よかったら、で、ここに貼ってるステッカーもよかったら、2枚セットで販売しております。あきちゃん、ありがとう、誕生日ケーキいただきました、ありがとう。そう。かわいかった。まさちゃんに誕生日ケーキいただきました。ありがとうございます。そう。なんで、こんな風に、今年は1年、皆様の、わー！キクリンありがとう！誕生日ケーキいただきました。ありがとうございます。そう、すごい！ケーキいっぱい、まさちゃん。食べきれるっていうとこ。たくさんケーキありがとうございます。まさちゃん、よかったな。愛されまさちゃん。そんな感じで今年も1年みんなのお誕生日おめでとうって言いながら過ごそうと思います。この、オリジナルカレンダーにお誕生日を載せるのは無料で載せることができます。竹島ちゃん今日まさちゃんの誕生日やでっていうとこ、昨日かな ?20 日ね。なんで、お誕生日載せてほしい人は言ってくださいね。来年のお誕生日にお名前を載せます。でも条件は、ありますよ。私をフォローしてくださっていることと、来年もお付き合いを絶対続けますって思ってくださっている方のみです。四国さん初見です。さていらっしゃいませ。ありがとうございます。ブリノちゃん、今夜ありがとうございます。あ、みんななんかよかったら、トッチからの素敵な素敵な宝箱のプレゼントもらってください。ありがとうございます。
竹島ちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。ユーザーさんもフォローありがとうございます。まさちゃん、のりちゃんと一緒に全部ケーキ食べます。ほんとやな、ゆきいちごも食べたいね。南條さん、今夜ありがとうございます。だって、よかった。っていう感じで、温かいご縁を、ご縁のチームのりを、これからも、よろしくです。ぐんまちゃん、なかなか配信に来れてないだって、とんでもないです。あと、配信の録画気になる方は、YouTube に生ログを載せていっています。途中から来た人も、途中から出た人も、ラジオ感覚で、私の顔、画面を見えなくていいだろ。耳で聞いてるだけでも、聞けます。なんていう、誰が何を喋って、私が返事をしたのかっていうのも、私、全部読み上げてるからね。大丈夫。内容が、画面見てなくても聞けるので、よくね、通勤の車で聞いてますとか言ってくださいさってることもあります。今夜ザース群馬ちゃんまさちゃん皆さん本当にありがとうございます。感謝です。また1年よろしくお願いします。本当やね、こちらこそです。いつもあったかいコメントメッセージ応援ありがとうございます。スワードさん、誕生日登録って何ですか。だってこのカレンダーに誕生日を載せていってますよ、皆様のお名前をね。そういう感じです。そう、また後ろのミニカー気になります。わわわさ、ミニカーっていうか、これはね、あのね、ラジコンです。ドリフトラジコンで10分の1サイズのセブンのドリラジになりますよっていう感じです。じゃあ今日はここで終わろうと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。コイン取れた方おめでとうございます。好きに使ってくださいね。トッチありがとう。じゃあ今日はここで終わります。素敵な週末を。寒くなるみたいなんで、皆様ほんとお出かけの方は特に気をつけて行ってきてください。終わりのジャンキー行くよー、せーの、あわりのじゃんけん、じゃんけん、パー。今日はパーだった。お疲れ様でした。翔太さんありがとう。ユンコクさんフォローありがとうございます。ドラちゃん本当におめでとうねって言ってくれてありがとう。テラちゃんもお酒ないけど本当忙しいけど体気をつけてね。どっち勝った、負けた。竹島ちゃんにも負けた、ありがとう。南條さんはアイコン、キクリンは勝った、竹島ちゃんに負けた、ショードさんには負けた、まさちゃんありがとう、ドラちゃん負けた、社長おやすみなさーい。